泉国岸和田城へず、国立公文書館内閣文庫所蔵岸和田藩は、かつて泉国南軍、姫ね軍などを領有した藩。藩長は南軍岸和田の岸和田城。岸和田藩は、天正13年、豊臣秀吉の母方の叔父、小出秀政が岸和田城主に封ぜられたことに始まる。入法当初、 秀政は四千国を与えられていたに過ぎなかったが、文禄三年に一万国、翌文禄四年には三万国を領するに至った。慶長五年の関ヶ原の戦いにおいて秀政と長男義政は、西軍方につき、敗軍の将となった。しかし、次男の秀家が、東軍についていたため、海域を逃れた。慶長十八年、三代義秀は五万国に、加増されている。 元那五年、吉秀は田島国伊豆市藩に天法となった。代わって丹波国市の山藩より松平康重が五万国で入法し、以後の岸和田は普代大,大名の藩地となった。当地は肥翼で、また工作法の進歩により、実習が表高より多く、幕府に願い出て、表高は六万国に工事起死された。また、康重は城下町の整備を行った。 二代公栄は、官永十七年に家督を継いだ際、老いの安明二五千国、弟のの命と安則に三千国二千国を、それぞれ分治した。しかし、公栄は、藩主となったその年に、張馬国山崎藩に転出した。松平公栄の妻の父である、岡部仙勝が、摂津国高月藩より六万国で入法し、以後は、明治維新まで、岡部氏の所領となった。 千勝の入法当初、松平氏の第二工事騎士となったことに不満を持っていた南軍、姫軍の領民が抗争を行った。これに対し、領民と対話して三千国を領民に分配し、一騎を未然に防いだ。また、騎士は打浄の改修、自社の混流や復興を行い、名君と称賛されている。二代行高は、漢文元年、修法と同時に、 弟の高成二号戦国と千うわけに二千国を分岐し、以後の表高は五万三千国となった。三大長安氏は、元禄十六年、京都の伏見稲荷大社を岸和田城三の丸に誕生し、五国宝城を祈願する稲荷祭りを行った。これが、全国的に有名な岸和田段次祭の起源と言われている。四大長隆氏は、京方七年に、 教法備え体と呼ばれる藩の軍政の整備を行い、格式、治療法に基づく人法を制定した。以後、これが、岸和田藩の軍政の基準となった。砂糖きび栽培と製糖業や、木綿の栽培と綿布生産などを特産とし、比較的余裕のあった、藩財政は、遠方3年の基金や、法永4年の地震等により18世紀半ばになると、急防するに至った。 その後、歴代藩主は財政再建のため様々な反省改革を行ったが、目立った効果もなく、幕末に至った。天保八年には、大塩平八郎の乱が起こり、岸和田藩は大阪城の守備に当たった。十一街長発は、嘉江五年に、藩校、講習館を開いた。次の藩主長官は、慶応二年に藩校を増築し、 おさむかと解消した。また、幕末の動乱の中で、反論は、金納、砂漠両派に分かれたが、慶応4年に始まった、母親戦争には新政府軍として参戦した。明治元年の反領尊数は、南軍52、ひね軍43。明治4年、廃藩置県により、岸和田県となる。その後、堺県を経て、大阪府に編入された。 明治11年、元の藩主朝食の依頼で、新島城がキリスト教府教に訪れる。なお、最後の藩主である朝食は、廃藩知見以後は、明治政府の養殖につき、外務次官、東京府知事、第二次、桂内閣の司法大臣などを歴任した。岡部家は、明治2年に家族に列し、明治17年に死釈となった。戸沢3万国5万国。 秀政義政義秀、和夫により五万国、不代五万国、六万国、五万国。安重高直氏により六万国、光栄文治により五万国、不代六万国、五万三千国。千勝行隆、文治により五万三千国。朝、大長慶、長、町長住、朝、治町、備町誠町、は町、八町、官町。食常期のほか、大鳥国、一村、泉国、一村、南郡、四村。 ひねぐ村の幕府領を預かり、大鳥軍一村が、堺県に、残部が、本藩に編入された。ありがとうございます。